ウェルカムみなさん、こんにちは。1時間で完全に理解できるカントの著者で、人生に普遍的に役立つ教養を学べるコンテンツを発信しています、教養太郎です。え今回は、こうすればうまくいく、正しい投票先の選び方ということで、このようなテーマでお送りしていきます。 このチャンネルのベストセラー動画というか再生数一番多いのはですね、ウハサ派サハを解説した動画です。皆さんもこちらの動画を見てですね、このチャンネルを知ってくださった方多いと思います。このチャンネルではウハサ派サハのようにできるだけ中立に皆さんの価値観をいろいろな価値観を尊重した上でコンテンツを制作していますので、今日もそのような内容でやっていきます。まずですね、早速テーマに入る前に、このコンテンツを作るきっかけ についいてて話ささせてください現在、選挙権、昔は20歳だったんですがそれから18歳に引き下げられて小学校から高校まで主権者教育という新しい分野の学習が始まりました。 その主権者教育の目的というのは、具体的には選挙の仕組みなどは結構上の世代の方も習われたと思うんですけど、それだけではなくて、現実の政策課題とか選挙の争点といった、まあ、中身ですね。中身を学んで、それを自分ごととして考えて、投票先含めてどうやって政治参加をしていくのか、より実践的な内容を学ぶものと、主権者教育はされています。 しかしですねその実態は、まあ、多くの学校でそのような教育がなされていないという話を最近よく聞きました、まあ、それもそうでですね現場の教員の皆さんもこの政治の話題というのは非常に気を使わなきゃいけないという中でさらに教員自身も詳しくない可能性があるのにどうやってそれを教育するのかというのは非常に難しい問題であって、まあ、教員が責められるべきではないと思うんですね政治的中立性という部分とその準備の大変さ という視点です、まあ、そこでじゃあこのチャンネルでその2つを解決できるような解説をしていこうということで今回このようなテーマを取り上げましたえただですねこれは主権者教育という若者のためのコンテンツだけではありません、まあ、人の意見を真っ向から今ネットでは否定したり議論を拒んだりするですねそのネットにいる過激派の皆さんがまあ多くいる、まあ、い,いろんな世代に多くいるということも危機感を感じてこのコンテンツを作っています え、そろそろ総期選挙があ、衆議院総選挙が間近に迫る中、たくさんの人がこのコンテンツに接していただいて、新しい視点を持って社会を捉えていただけると嬉しいです。それでは中身に入っていきます。えー、まずですね。 一旦その正しい投票先の選び方というところの前に民主主義とは何かというテーマでまずは進んでいきたいと思います、まあ、投票先を選ぶ方法という動画では関係ないと怒る方もいるかもしれませんがそもそも論として非常に大事なテーマなのでまずは許してください簡単に説明します 歴史の話など、難しい話あえてしませんが、私たち、今の日本国民というのは、選挙権として投票の権利を18歳以上の全ての人が持っています。そこで選ばれた人が、まあ18歳以上ですね、国会議員とか、地方県議会議員とか市議会議員、あとは市長知事とかですね、まあ市長知事になって行政と言われる国民から回収した税金を使って、より良い社会のために政治を行います。 えっと、まあ、市議会議員とか県議会議員っていうのはちょっと行政とは若干違うんですが、まあ、そういった内容です。まあ、三権分立というのを習うと思うんですが、国の場合というのは法律を作る国会議員、そして行政をする内閣、裁判をする最高裁と、まあ、間接的な選挙でもあるんですが、これらは選挙権を持つ人たちが一票を投じた先に選ばれた人たちが行います。まあ、ここまでは皆さんご承知の通りだと思います。それで、この一票は私たちが持っているので、 これ私たちがとんでもないバカだったら大変なことになりますよね歴史の話をしないと言っちゃったんですがあのしちゃうんですが選挙というシステムが始まった最初というのはこれ全員18歳以上男女全員に選挙権が渡されたというわけではなくて一番最初は、まあ、一部の偉い人だけが選挙権を持っていましたえ日本でも最初というのは税金をたくさん納めた男だけが選挙権を持っていました これ、あの、ただ学習した時にはですね、あの、ダメだと思われる方もいるかもしれませんが、この話の流れでは一理あるなと思っていただける人もいると思います。馬、ま、鹿、あ、だらけが投票したら、まあ、終わっちゃうんですね。まあ、この話でな、この話の流れで話すのまた申し訳ないんですが、例えば民主主義から始まって生まれた怪物として有名なのは、あナチスドイツのアドルフ・ヒトラーです、まあ。彼はちゃんと選挙で選ばれたリーダーでした。 ま、その他にも、皆さん知らないと思うんですが、ベネズエラではですね、大量のお金をすりまくってハイパーインフレを起こして、支持基盤だった貧しい人たちを、こう、さらに貧しくするという結果を作り出した選挙も有名です。まあ、こういうのをポピュリズムと言うんですが、このポピュリズムという言葉は、結構日本では、いろんな意味とか狙いとか、ま、悪意を持って使われたりするので、注意が必要です。 あとですね、あのお金をすりまくったらインフレになるみたいな議論は、日本ではまあするかしないかみたいな、インフレになるかならないかみたいな箇所もあるので、まあ、ベネズエラの場合はそうなったけど、日本の場合というのはまあ皆さんで議論していただければと思います。で、あ話戻して何が言いたいのかというと、一人一人が確かな知見を一定数持っていないと、民主主義は崩壊してしまうという点です。 選挙権が18歳以上すべてにあるというのはこの裏側では18歳以上すべての人は義務教育を経てしっかりした判断ができると考えられていることが前提ですまあそんなですからこの動画を見ている人はもう大丈夫だと思うんですが、まあ、むしろこの動画を見てくれているような人は、まあ、もっと学んでしっかり選挙に行って選挙に行く責任を感じていただければと思います はい。さて、民主主義における教育と知識について確認いただいたところで、投票先の選び方について解説していきます。まあ、先に結論からお伝えすると、これ私からの4段階ということでお伝えしようと思います。まず1つ目に、実現可能性はどうか。そして2つ目に、それによって何が起きるのか。そして3つ目は、他の人となぜ違うのか。そして4つ目が、自分が大切にしているものは何か。 という流れです。それぞれ解説していきます。えまず、最も大切、一番最初の1は、実現可能性はどうかという点です。これ、どれだけいいことを言ってたとしても、実現可能性がないことを言っていて、まあ、それをできると信じて投票してできませんでしたというのは、これ投票した人にも責任があるということです。まあ、最近では愛知県の岡崎市、 岡崎といえば YouTube では東海オンエアで有名な街ですが、2020年の選挙、岡崎市長選挙でですね、年内全市民に現金5万円を給付しますよという公約を掲げ、選挙中には5万円給付を公約としたパンフレットをばらまけます。これ2020年ので,でコロナ禍ですね、あの10万円給付されたっていう話が一時期あったかと思うんですが、まあそれに似たような話です。その結果、見事大差でこの候補は現職を破って勝利します。 しかしですね、現実にこの施策は実施できませんでしたこれについて詳しく解説するのは今控えるんですがこの財源は実はあらゆる積立金を取り崩せば捻出可能だったんですですがほとんどの市議会議員たちがこれに反対しました、まあ、これをどう考えるかはそれこそ皆さん次第なんですが実現可能性が実現可能だったのかどうか あらゆる美術館とか博物館とか駅とか、まあ、改修工事が必要な時のために準備している積立金のほぼ全てを取り崩して、全部、あの、市民全体に5万円が配られるということを考えて投票していたのかどうかなんだと思います。え、具体的な例はここまでにさせていただいて、実現可能性というのは、まあ、そもそもそれが実現するのかどうかというところと、まあ、それを実現するにあたって、 でどのようなプロセスを経るのかそれが皆さんをが大事にしている何かを失わないかどうかという点が大切です実現可能性というのはただ単純に、まあ、物理的に実現可能かどうかというところではなくて実現するプロセスにおいて何かを犠牲にすることが多々ありますその犠牲は真っ当な犠牲なのか真っ当でなければ実現ができないと ということですね。これが丸2番のそれによって何が起きるのかという内容に戻ってきます。さっきの岡崎の話もですね、例えば盛り上がりのない消費を増やすためにまあ5万円配りますよと。積み立て崩して5万円配りますよ。そしたら岡崎市に税金が返ってきて好循環になりますみたいな話であれば取り崩しも ありかもしれないと考える人がいるかもしれません。えー、あるいはもう積立金なんて必要ない普通に5万円配った方がいいという意見も根拠とか考えがあってればあのいい意見だと思います。まあ、一方でただ5万円欲しいもうあとは知りませんみたいな感じであれば絶対に誤った選択であると、まあ、個人的には思います。 実現できない、あるいは実現するにしても、皆さんが、まあ、あなたが大切だと考える何かが削られる可能性があるかどうか、実現の方法についてもよく考えた方がいいというのが一つ目の判断方法です。まあ、もうちょっともう一回改めると、まずそのいいなと思った政策、実現させることができるかという視点と、実現するにはどういうプロセスになりそうかということをしっかり考えましょう。 はい。もう一つ、三番目ですね。大事な視点は、他の人、まあ、つまり他の候補者とか政党ですね、と何が違うのかではなくて、もう一歩踏み込んで、なぜ違うのかという点です。これも具体的な例で考えていきます。すごいセンシティブなテーマで、まあ、憲法9条への自衛隊の明記というテーマについて考えていきます。自衛隊というのがあるのは皆さんご存知かと思うんですが、自衛隊とは何かというのが、憲法上では明記されてないんですね。 なぜ明記されてないことが議論の対象になるのかというと、まあ、皆さんご存知の通り第二次世界大戦後に制定された憲法では日本の憲法は戦争の放棄と戦力の不保持という大きなテーマを持っていましたそれが書かれたのが憲法9条です、えー、もう少しですねちょっと簡単に自衛隊の知識について背景知識を,を説明します この憲法ができてから、朝鮮戦争をきっかけに創設された警察予備隊というものがありまして、その、それを前進として、1954年の7月に陸海空の自衛隊が発足します。まあ、それ以来ですね、皆さんもちょっと疑問に思ってるとは思うんですが、九条との関係、戦力の不保持、戦力持たないというところとの関係は、実はずっと常に議論となっていたところです。 政府はどう考えているのかというと、憲法9条の規定というのは、自衛権を否定するものではないという見解で、自衛隊については、まあ、日本を防衛するために必要最小限の実力組織であり、憲法に違反するものではないと説明しているのが現状です。これ裁判にもなってるんですが、裁判所ももうこの判断は明確にしてなくて、簡単に言うと、ちょっとその判断の責任が重すぎるので、政府に任せますという状態になっています。 それでこの考え方というのは議論が起こっているということです。ただこれは各政党によって立場は様々です。 ま、時期によってですね、今、あの、民主党じゃなくは、立憲民主党とか自民党とかの、あの、総裁選がある、党首選があるので、あの、党の考え方っていうのは、それぞれ時期によって違う可能性があるので注意が必要なんですが、今、現状の調べでは、自民党と日本の維新、いや日本維新の会は、自衛隊の明記に賛成して、共産党は絶対反対。まあ、そもそも自衛隊は将来的になくしていこうという立場をとっています。 まあ、立憲民主党はですね、どうしたいのかちょっとわかんなかったんですが、自民党の案では危険で、まあ、今のままで問題ないというのが、基本的なスタンスとなっています。まあ、ここちょっと代表的わかりやすいので、えー、4つですかね、あの、捉えていただきたんですがあ、なぜ違うのかというところが今回のテーマで、その本質的な部分まで考えることが大切です。えー、それは次のステップでも考えるですが、 重要視大切にしていることが異なるからこの違いが生まれるというのが答えです共産党というのはちょっと分かりやすいので共産党からあの説明させていただくともう共産党というのは戦争はもう何があっても絶対にしないと、まあ、どんなことがあってもしないというのがもう大前提なんですねだからあらゆる物事においてもう絶対戦争をしないなので自衛隊も必要ないという立場ですこれまああの ただですよ、もし今のウクライナとかロシアの戦いとかあったり、まあ、イスラエルの話とかあったりしますが、まあ、日本が万が一、時どうするのという考えは持つ人も多くいると思います。共産党というのはまあ対話で解決しろというのと、まあ、今そのようなことが起きる可能性は少ないから必要ないんだよと。 言います、まあ、一方で自民党とかっていうのは対話では解決できないこともあるし自衛隊含めてそのような協力は、まあ、防衛力を持っていることが他の地域に対する政治力につながるんだと考えています、まあ、加えてよく言われてるのは結構自衛隊ってその基地に対して憲法違反だとか言われる過激な人がいたりするので、まあ、災害とかでいつも助けに行ってる人たちがそ,んなそういうこと言われるのかわいそうだから明記されるべきだという意見もあります まあここで大事なポイントはですね、当たり前に自民党の人たちは、例えば戦争したいと思って自衛隊を明記すると言ってるわけではないですし、共産党の人たちも,もう全然責められても何されても大丈夫と言って話してるわけではないということで、その思考のプロセスというのがそもそも違うんです。で、ここで皆さんが何を大切にするかによって答えとか投票先が変わってくるということです。まあ、それが他の人の違いがなぜあるのかを考えると。 いうことで、自分が大切にしているポイントを理解するということで、どんどんあのそのような機会をこう作っていただきたいと思います。ということで、皆さんが大切にしていることは何かという話です。 ちょっともう少しお話ししていきます。右派左派の動画で若干解説したんですが、まあ、簡単に右派左派とナショナリズム論について、右派左派のナショナリズム論についてお話しすると、右派というのは比較的日本,日本という民族に対する愛情を持っていて、左派というのは人類皆平等、世界平和みたいな。 日本も他の国も変わりないのだという考えの違いが、まあ、簡単に言うとですよ。まあ、その右派左派動画見ていただきたいんですが、レッテル張りっていうのもあるんで、なかなか一概には言えないんですが、まあ、あの、あります。ちょっとこのテーマは、あの、若干重いので、経済の話次見ていくと、一般的に右派というのは、ま、資本主義的。まあ、別の言い方をすると、競争原理に基づく社会というのを好んで、左派というのは、ま、若干社会主義的。 別の言い方をすると、助け合いの社会というのを好みます。もっとちょっと違う別の言い方、今最近流行ってるのが、成長と分配という言葉があるんですが、こう、どっちを先にするのか、成長優先なのか、分配優先なのかという考え方も簡単に言えばできます。まあ、これを聞いて、皆さんどっちがいい社会だと思うかという問いです。まあ、どっちもいいというのは当たり前なんですが、なしです。これ、それぞれ意見あると思います。 ま、助け合い、つまり分配が大切というのはですね、言葉の通り困った人がいれば助けるというのが大切。誰も落ちこぼれが出ないようにみんなで助け合って社会を支えていきましょうというものですが、これ競争原理側から見ると、ま、それをやってしまうと社会が成長しないと考えます。 まあ具体的に言えば、分配を果てにして人が成長しない。成長したいと思う人が分配によってその取り分を分どられてやる気をそいでしまうから、下に合わせるなという考えです。まあ、一方で、共存原理に基づく社会が大,大切、成長が先というのは、先ほども言ったように、競争の中で成長したいとみんなが思えば、社会は豊かになっていくと考えています。一方で、これは助け合い側からすると、 いや、そんな競争を望んでない人も社会にはいるわけで、まあ、全てをこの資本主義だけの枠組みで考えること自体おかしいし、この資本主義社会に向いてない人はそれだけで豊かではなくなってしまうし、助け合ってみんなで生きていくことこそが社会なんだという考えとなります。まあ、具体的な政策、それぞれの中身に基本的にはこういう考え方の違いがいくつかあって、政策というのがそれぞれ異なってくるということです。 まあそれで、それぞれにどっちを大切にするかというのは皆さんの価値観次第なので答えが異なっていてもいいんです。えー、そろそろですね、さっきも言ったように自民党と民主立憲民主党の党首選というのが実際近々ありましてその後総選挙も近いという話なので、まあ、今具体的なあの話をしてすぐに変わっちゃうというのが怖いので避けるんですが 例えばですね、簡単に法人税についてどう考えるかというのは、さっきの内容に経済の話に関わってきます。法人税を上げれば、企業は頑張っても税金を取られちゃうから、頑張るのはやめちゃうのではないかと。まあ、一方で、稼いでいる法人から税金をもらって、社会に還元していった方がいいのか、まあ、そんな話になってきます。 話をまとめると何が違うのかではなくてその先のなぜ違うのかについて考えればそれぞれの正義が異なるということに気がつきますその正義に自分の考え価値観がどうマッチしているのかこの次にそれについて解説していきます え最後ですが自分が大切にしている価値観は何かというところの照らし合わせですもうこれ先ほど全部喋っちゃったんですがこれまでの部分をできる限り情報を集めたらその自分が大切にしているものを重要視して考えていきます、まあ、全て一致している政策とか人とか政党とかを探すというのは難しいので皆さん自身が大事にしている基本的な考えなのか個別の政策なのかということです これは先ほどまで国の選挙における論点について話したんですが、地方の選挙でも割と同じです。まあ、皆さんが大切にしている価値観と似ている候補者や政党というのはどこなのか深掘りしながら理解して投票すれば間違いない投票というのを実現することができます。 まあ先ほども言ったように具体的に解説するのはちょっと今日の内容では難しいので割愛しますが今後の動画ではその先ほどの自衛隊の名義とか法人税の話とかのようにより具体的なそれぞれの政策とか今話題になっている問題について解説していく動画を今後出していきたいなと思っておりますのでぜひ知りたい内容とか皆さんの意見についてコメントをいただければ嬉しいですそれを待っていただけると大変嬉しいので今後もよろしくお願いしますありがとうございました